デートナビーチはアメリカ合衆国フロリダ州ボルーシャ郡に位置する都市である。2004年現在アメリカ合衆国統計局によって記録された人口見込みは64,422人である。デートナビーチの広大な砂浜はレース場やテストコースに最適であり、1959年にデートナインターナショナルスピードウェイが建設され、 使用されるようになるまで全米のレーサーたちのメッカであった。レース場の近くにデートナビーチ国際空港やエンブリーリドル航空大学がある。観光地として有名であり、特に春休み中は多くの大学生が集まる。今でも砂浜の一部は車に開放されている。数多くの幅広い価格帯の宿泊施設があり、大きなレースやイベントがない限り、 宿泊先に悩まされることはない。デートナビーチの前身の一つであるデートナ町は、1876年にマティアスデーにより設立された。1926年に、デートナ、デートナビーチ、シーブリーズの三つの町が合併し、デートナビーチ市になった。1936年3月8日に、デートナビーチで、レース用に改造された車、ストックカーによるレースが、 初めて開催された。デートナビーチは、北緯29度12分26秒整形81度2分16秒、北緯29.20722度整形81.03778度、29.20722-81.03778に,に位置している。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積168.2平方キロメートルである。 このうち152.0平方キロメートルが陸地で16.2平方キロメートルが水地域である。総面積の9.63%が水地域である。ビーチ2000年現在の国勢調査で、この都市は人口64,112人、28,605世帯、13,844家族が暮らしている。人口密度は421.8。 平方キロメートルである。219.4平方キロメートルの平均的な密度に33,345件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人62.33、アフリカン・アメリカン32.75%、アジア1.73%、先住民0.32%、 太平洋諸島系0.06%、その他の人種1.05%、及び本欠1.76%である。人口の3.48%はヒスパニック、またはラテン系である。28,605世帯のうち18.0%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、30.1%は夫婦で生活している。 14.5%は未婚の女性が接待種であり、51.6%は家族以外の住人と同居している。39.4%は独身の居住者が住んでおり、14.4%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.06人であり、家庭の場合は2.77人である。 この都市内の住民は17.6%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が16.6%、25歳以上44歳以下が25.6%、45歳以上64歳以下が20.5%、および65歳以上が19.7%にわたっている。中央値年齢は37歳である。 女性百人ごとに対して男性は九十九点七人で、ある。十八歳以上の女性百人ごとに対して男性は九十八点五人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は二万五千四百三十九米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は三万三千五百十四米ドルである。男性は二万五千七百五米ドルに対して女性は二万二百六十一米ドルの、 平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は17,530ベードルである。人口の23.6%及び家族の16.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の34.9%及び65歳以上の12.1%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。